こんにちは、アトピークラブレノアです。今日はなぜ保湿をしなければいけないのかお話ししたいと思います。私もステロイドを使っていた時期がありまして、でステロイドをやめてから、化粧品といったものでクリームとかね、化粧水とかオイルとかそういったものでスキンケア保湿をするようになったんですけど、アトピーのひどい頃ですね、毎度おなじみの私のアトピーの一番ひどい頃の写真なんですけど、この時も保湿ステロイドは塗ってないです。保湿をしている時に、保湿をしてもすぐにまた乾燥してきて、皮膚がこうめくれてきたりとか、こうバリバリと割れてきたりとかしてたんですね。で、皆さんもこういう経験あると思います。いくら塗っても塗ってもすぐ乾燥してしまう。で、ついこう私なんかもそうだったんですけど、ステロイドが体に良くないんだなって分かってからは、ステロイドの代わりになるような、この何でしょう、クリームとか化粧水塗ったら次の日すぐ綺麗になってるとか、そういうなんかちょっと魔法みたいな化粧品ないかなって探してなんか求めてた時もあったんですけど、で皆さんもなんかそういうなんか特別な化粧クリームとかないかなって探した経験もあると思います。本当にそういうのあったら好きだなって思うんですけれども、まあそうはね、なかなかいきませんよね。で、アトピーの乾燥って保湿剤塗った直後はね、カバーできてもまたすぐに乾燥してしまうじゃないですか。で、保湿直後はなんかこう痒みが和らいだりとか、肌がねこう潤うので、この突っ張りがね和らいだりとか、ね、ガサガサってしてた皮膚もちょっとね、なんかつるっとする気がするんですけど、でもそれって一時なので、まあ、改善、根本の改善ではないですよね。ただ何度塗っても変わらないって泣きたくなったりすることもあったんですよ。もうしょっちゅう保湿してたので。それでも乾燥放置しておくのは本当に良くないんです。で、たとえ一時の保湿でもやっぱり潤わせることがとっても大切です。で、なぜなら、まあお肌っていうのは塵とかホコリとか、あと雑菌とかの、こう外気の中にある雑菌とかウイルスとか、そういったものから体を守るっていう大きな役割があるんですね。なので保湿をしっかりしていただきたいです。今この自分のね、肌が丈夫でなっていない、こういう時には保湿をしていただいて、それで自分の皮膚のね代わりをしていきます。で、さらにしっかり保湿していただくと、アトピー改善にこう励んでいくうちに、この綺麗なお肌、元のお肌よりも綺麗なお肌に改善することができます。スキンケアをね、保湿をねあんまりされてない方と、しっかり保湿されてた方のお肌だと、やっぱり改善された後とか改善途中の皮膚の感じも全然違うのが私も見てて思いました。なので保湿は結構大変だなって思うこともあると思うんですけれども、一生懸命やっていただきたいです。